こんにちは。今日はお寿司屋ですね、始まりが。はい。メガネを身長ご検討。そうなんです。ね。私の友達のトークくんです。はい。こんにちは。実は僕もですね、そう。マルシェで、実はお会いしてたんですよ、ね。久しぶりでしたね。そう、あれから会ってないから、5年ぶりぐらいですね。ですね。今日急に来てくれたんですよね。遊びに来ました。私は1年も経ってないか。1年経ってない。経ってない時に、あの辞めの方で、辞めのイベントで、あの MC をやられてて、はい、私はあの朗読だったんですけどね、朗読のイベントでね。でも普段農家さんもやってて、野菜も作ってて、パソコンの先生もして、本当にいろんなことしてる方なんですよ。まさか今日来ていただいて、初めて来た。来てくれたので、ね、そう、あのポテトまで、ジャガイモで、ポテト、ポテト来て、はい、ポテト持って、ポテトに来たトリプルポテト達成。私に会った、私会った時もポテト来て、ジュカさん僕 YouTube 見てますって、ポテトナース。初めてです。まさか今日本当に来てくれると思ってなかったんで、ようやく来れました。せっかくなので、うん、なんかその徳さんがメガネを探してるっていうことだったので、うん、で徳さんの特徴的に、マイナス9。そう、すごく悪いです。そう、強い、度数が強いから、うん、普段夜だけメガネをつけることが多いけど、うん、できればなんか少し普段も使えて、うん、ちょっとおしゃれに使えるメガネがあればっていうことだったんで、そういうのも相談しながら選べたらなと思ってます、うん。普段こういう細いの多いけど、うん、しっかりした感じのでなんか会えればと思って、さっきふっとかけてもらったんですけど、こういうのもすごい似合うなと思ったんですよ、はい。で少しキャラ付けもこれからちょっとしていけたらなっていうのもあったから、少し個性が出せるようなメガネがあったらなみたいなの言ってたんで、うん、マスク取ってもらってますか。そうだですね、やっぱ徳さんは割とこう顎元とかねシュッとしてらっしゃるから、そうそう、これぐらいの展示幅があって、うんうんうん、横もね、そんな広くないやつも似合われますね、本当に。これいいですね、まあ、いいですよね。もう早速違和感がないから、うん、あえて逆に茶色になったらどうなるか、はっきりするけど、うん、やっぱり違和感ないですね。なんかちょっとクールで素敵なイメージになるんで、うん、お好み的には少しこういう感じでもいいなって思う。こっちが好きだった。だってロイとかどう思います。これは、アンティークゴールドからですね。だからあんまりキラキラしないんで、割とね渋さもこう出るというか。一回どうなるか。やっぱりほら違和感ないじゃないですか。ちょっとかなりねクールなイメージがあって、かっこいいですよね。かっこいいな。そう、頭良さそうに見えました頭いいでしょ。賢さ6上がりました。これで、お度数がねやっぱ強度数だからやっぱりね、このメタル系のフレーム結構はみ出るのが結構嫌とかっておっしゃる方いらっしゃる。うん、これぐらいだとはみ出ちゃいますよ。もちろんはみ出はします。ね、でも言ったらですね、こうサイズ感が小さい枠の中に目がこう多少小さくなったりとかしても、うん、目立ちにくいと思うんですよ。こんな大きいのよりは小さい方がでしたよね。目立ちにくい、はい、似合われるんですよね。ラウンドもいいですね。サイズ感が合ってるから、ね、やっぱり相性がすごくいいと思うんですよ、ね。ずっと大きめ選んでました。本当ですか、うん、コンパクトな方が、うん、コンパクト、いいですね、はい。おそらく瞳孔間の距離感コンパクトな方が、瞳孔間ってどこですかね。黒目の距離感が割とね、そんなに広くてらっしゃらないんですよね、うん、だからよりコンパクトな方がいい。ねー、すげえ、そのサイズとかもう抜群にいいですね。メタルフレームのこういう華奢なものだと、やっぱさっき言ったようにちょっとレンズ厚みとかがね、もしかしたらやっぱ気にされるかもしれないから、うん、ちょっと例えばコンビネーションとかのフレーム、こういう感じでプラスチックとねメタルが一緒になったようなものとかも、こういったのもねちょっとかけていただきたいなと思ってて、ちょっと試しにねかけていただいて、サイズ感とかね本当ね絶妙ですよ、この辺は。こういう感じ、うん、ちょっと知的な印象だから、なんかねこういったのも好きな方とね分かれるんですけど、インテリジェンスな雰囲気になるから。さっきクリア系気にされてたじゃないですか、はい、これもね BJ クラシックコレクションのちょっとね、さっきに比べると、あ、そう、角がねカチッとした感じの印象にはなるんですけど、なんて言うんでしょうね、さっきの優しい印象からするとね、もうちょっとキリッとする、うん、でもサイズ感とか見ていただくとね、ほらめちゃめちゃかっこいいじゃないですか、うん、いいですよ、非常にいいですね。ヘッドがちょっとこう個性的なんですよね、硬、はい、さが横がですね、横がね、そう、フレキシーフィットって言ってね、こう形状もちょっとね、うん、そうそう、
いいですよね。このサイズ感とかすごい似合われますよね。見てもらったら分かります、うん、素敵ですよね、うんうん、なんかね、うんうん、こういったのもいいのかなと。なんかキャラ付けの意味でもなんかすごくいい、うん、いやいや、なんかそういう感じの見え方もいいかなと思いますね、うん、ちなみにもうシンプルに黒縁ってまだかけていただいてない。全然かけてない、ね、うん、これ客観的にちょっと見てみたいなと思います、うん、もう本当にシンプルな形で厚みがそこまでないからお顔乗った時にね重たさっていうのがあんま感じないと思います。こういう感じですね、うん、スタンダードでちょっとやっぱ個性が出るっていう感じ、うん、そうですね、コンパクトなサイズ感なんで、うん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 、かといってちっちゃすぎるとねお顔に対してなんかこうギュッとこう見えちゃう可能性があるから、うん、まあ、これぐらいの感じとかはなんかいいのかなと思いますね、うん、もう一個ね、これもちょっとかけてもらいたいです、うん、はい、これドイツのねルノアっていうブランドさんのやつなんですけど、普通のメタルだとね結構シンプルにこうね、うん、なるんですが、これちょっとだけ個性があって、うん、ちょうどいい感じでね、僕はサイズ感もすごい素敵、あの好きなんですよこれ、うん、こういうのもちょっと厚みはね、出ますけど正直こういうとこね、そうでもサイズ感がねそこまで大きくないんで相当似合うと思うんですよ。うわ超素敵、超素敵、いい感じですよ、かっこいい、あ、いい、めちゃかっこいい、めちゃかっこいいじゃん、めちゃかっこいい、いい、何この自然な感じ、これいいですね、いいでしょ、これいいですね、意外とかけるとサイズ感がやっぱコンパクトですからね、うんうん、なんか全然違和感ないじゃないですか、これ違和感ないですね、ツーブリッジって言いますよね、これツーブリッジなんですけど、うん、初めて、でも玉型ってレンズ径が小さいんですよね、うん、比較的で、なおかつ横幅もねそんなに広くないんで、フレームサイズ、うん、便乗の、だからすごい収まりいいでしょ、お顔に対して、うん、全然違和感ない、ね、そうでしょ、でもおしゃれみたいな、めちゃくちゃ洒落てる、これおしゃれですね、めちゃくちゃ洒落てる、うん、うん、でこれがなぜいいかっていうと、さっきほら脅すのことも、ね、うん、少し触れさせてもらったから、うん、よりねこうサイズ感を、うん、僕らも把握しやすいですよ、うんうん、うん、それもあって結構ねこういう似合われるっていうところがなんかこうなんとなくイメージができる、これいい、だからもうまあこれね本当ね、なんかメガネ屋としてはなんかこうね、うん、やっぱはみ出ないようにとか気にしちゃうんですけど、うん、なんかそこまでねもしいや出てもいいよとかあれば抜群ですよね、うん、でさらに今回は度数のことをねめちゃくちゃこう、まあ、考慮してるっていうか、うん、そんなニュアンスでちょっとおすすめしていいですか、うん、ちょっとねこれもね同ブランドで、そうルノアっていうドイツのメーカーさんのやつなんですけどね、うん、こういうコンパクトなねこういうちょっとパント型の形で色味もかなりソフトな感じなんで、うん、まあ、これ好みがね分かれると思うんですけど、鼻筋も通ってらっしゃるし、かけるとうわなんだろう、うね、こういうのもやっぱり良くない、うん、そう、うん、でこれは本当にねあのレンズ径も小さいで、わりかしこうプラスチックワークなんで厚みもあるんで、そうかなりねこう仕上がりとしてはいいんじゃないかなと思ってますね、うん、ルノアにキュンキュンしてるんですけど、なんかそういうブランド作り手さん、作り手さんで、はい、なんか合うなっていうのは皆さんもやっぱあるんですか。ありますね、なんかそういうのもあるし、やっぱりほらお顔に乗ってただ似合うっていうわけじゃなくて、普段のこうなんかスタイリングとか結構やっぱり僕たちもね、うんうんうん、見るから、うん、なんかそういった部分でもいいかなと、うん、これ今パッドが結構これ結構低いものが結構多いんで、うんうんうん、そうなんかねこう鼻のあたりとかパッドをね後からこうつけたりとか鼻盛りしたり、うんうんうん、まあねこうクリングスって足をつけたりとかもできるから、うん、その辺のケアっていうのもね随時もちろん店頭でできるんですよね、はい、うん、キャラって言ったら失礼ですけど、うん、そうあんまりこう前面にこうわー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 前に出ない、僕と違って違ってっていうところ、なんかその奥行きかしさっていうかね、それとなんかすごく雰囲気があるのかなっていう、そういう選び方いいですね、なんかそういう部分も結構気にして選ぶっていうところは僕たちとしてはありますよね、うん、ブランドの背景自体が結構もともとね創始者の方っていうのはもう本当にアンティークのコレクターの方なんで、クラシックとかじゃなくてさらにその、まあ、深掘りしたところを、うんうんうん、から着想を得てらっしゃるところがすごいやっぱいいんですよね、うんうん、こういう色がありますよね、なんかこう物静かな美しさというか、なんかすごいそこが好きですね、うん、はい、徳さんこの2本まで、うん、今日選んでもらいました、はい、どうですか普段だったらやっぱ選ばない？選ばないし見たことない、この子たちを、うん、この子たちを見たことない、うん、そうだよね、結構出会いみたいなのがあるもん、うんうん、両方似合ってた、うん、それも分かった上でも、私は徳さんが
これからなんかラジオのパーソナリティみたいなのもまた福岡でやられる、はい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 、普段つけないんですって、うん、メガネ、うんうん、夜だけ、はい、もうコンタクト併用っておっしゃってますよね。はい、でもこれから使う、ね、昼もさ使えたらって言ってて、うん、で少し個性も出せたら、うん、でプラス私はそこに楽しんでもらえたらっていうのもあるので、うんうんうん、私的にはこっちのネイティブサウンズの方が、うん、なんか長くずっと使ってもらえるんじゃないかなって、うん、どんな時にもかけやすいし、うん、つけやすい、うん、でも私このルノアは、うん、すっごい似合ってて、すっごい素敵なんだけど、うんうんうん、2本目、うん、はいはいはい、1本目にこれよりも2本目にこっちの方が、うん、なんかねいいんじゃないかなって思った。なんかそのほらプライベートも少し知ってたりするわけじゃない。そうそうそう、だからライフスタイルを想像した時ってことでしょ、ジカちゃんが言ってるのは。でも確かにそうかもですよ、うん、本当になんかね、うん、楽しくルン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 っていっぱいいっぱいかけてもらえそうなのはこのネイティブサイズの気がした。はいはい、分かったかも分かったかもですね。5本目で2本目っていうのがすごくしっくりきました。いいですね。なんか、なんか僕から見てすごくなんか高価な指輪みたいな、おちょっと特別感があるね。はいはい、からいつか迎えに来るぞって思ってる。おお、なんかいやいや素晴らしいですね。これのために頑張るはちょっと生活張り出ますね。仕事をやる気出る、うんうんうん、タケノコいつもより多くなんかそのね、だんだんメガネ増えてきたらどういう時にかけたいかもね、どんどんやっぱ変わってくるから選択肢も増えますよ。なんかそれを変えて、それを調光にして、竹の子掘りながらさ、見ると全然綺麗になってくる。でもあれですよね、そういうのもなんかいいですね。なんかそういったらもう一緒に選んでいけたらいいですね、今後もね。楽しみですね、今後ね、どっちになるか分かんないけど、はい、ありがとうございました。ありがとう、あれでしょ、個性の強いやつとかってあんまりかけられたことないでしょ、うん、ほとんどないです。でも負けないからね、ここまでなんかそこ別に個性出してもそう負けないと思うんですよ、ここまでしっかりいるやつ。これはこれでいいんじゃないですか、こういう感じでね、そう、おガチッとする感じで、うん、そう今までの自分とは全く違うでしょうけどね。本当にこれ娘できたらこれをかけたいちょっと強いお父さん感が出ますそういうのあるんだ、うん、そういうなんかイメージつけて重要で、選ばれる方の意思って結構汲み取りたいですよね、こっちも、うんうん、なんかどういう、ね、見せ方をされたいかって結構重要じゃないです か、うん、なんかこちらがこうなんか正解みたいなのを押し付けるよりはなんか面白いのかなと思いますよね、うん、そう、これだったら娘はやらんって言えます。やらへん、そう、威厳のある、ね、うん、帰りたまえって言える、ね、威厳と、うん、ちょっと威厳が出る。MJ の願いはチャンネル登録。MJ の願いはチャンネル登録。MJ の願いはチャンネル登録。モッサンの願いもチャンネル登録。ぬ。ぬで終わった。ぬで何？